岡山県久米南町では今月7日に食べる七草がゆに使うセリの収穫作業が始まりました。セリの収穫が始まったのは棚田が広がる久米南町北小地区です。町内に住む宮脇文江さんが実家近くの水田で栽培していて、山の湧き水で育ったセリは長さ30センチ前後まで伸び、青々とした葉をつけています。セリが好きな方は三々に買いに来られて待ってくださっているので、それが楽しみで私も一生懸命出荷しております。収穫作業は今月下旬まで続き、収穫されたセリは地元にある JA の直売所で販売されます。